はい、皆さんこんにちは、ギサと申します。本日はビバン第5話の考察をお届けいたします。面白いですね。本日このような構成で全部で8つ検証していければと思いますけれども、第4話まで振り返ってみますとですね、私の考察まあまあ当たっているというか、ほぼほぼ当たってきておりますので、良くも悪くもですね、私の考察の特徴はですね、そこまで冒険をしないでですね、冷静に描かれていることを元に検証している。つまり描かれていないその飛躍したネクストステップのところまで私こう予想するとですね、変な予想しちゃうセンスのない人間でございますので、分かってるところを情報整理して多分こうなりますよねっていう風な予想をしていくチャンネルとなっております。いい意味で他の考察動画見た上でですね、私の動画を見るとそれら含めて全部で整理できるみたいな、お褒めのコメントもいただいておりますので、良くも悪くも落ち着いた動画としてお楽しみいただければと思います。それではですね、まず前回から私多分人物相関図こういう感じなんじゃないですかねってお話しさせていただいておりまして、それがですね、別班、そして公安、そしてテントの、三つどもえの話になっていくんじゃないかなというふうに先週予想をしまして、おかげさまで今週このような形になっていくという形で予想当たりまして、よかったなと思っている次第なんですけれども、先週の流れプラス今週の第5話の話合わせて見てみますと、人物大体このような感じ、私邪魔ですね、こんな感じかなというふうに思っておりまして、見ていきましょう。別班に関しましては今回、桜井司令かっこよかったですね、木村みどり子さん、桜井司令が出てまいりましたので、桜井司令、乃木、黒須の3人が現時点での別班ビバンでございます。で、一部考察とかで別班は別班で存在していて、それと別にビバンというなんか国際的な組織が存在するんじゃないかみたいな考察もあるようなんですけれども、第5話まで見て、でしかも今回乃木自身がモンゴル語で言うとビバンだっていうふうに言っていたので、別班とビバンは一緒と考えてよろしいのではないかなというのが私の予想解釈でございます。そして次、警視庁公安でございますけど、ここも前回今回で人物は特に変わっておりません。佐野部長、野崎、新庄、鈴木、そして東条は、サイバー班なんで公安とはちょっと違うかもですけど、一応協力者で警視庁の人間ではありますので、ここに入れておくという形でございます。そして今回激アツタックということで、チンギスが公安とというか日本と、捜査体制を組むという形で、実質仲間となりました。でドレムの立ち位置は一応ちょっと外側に置いておきましたけれども、公安の協力者というような形に、認識でよろしいかなというふうに思います。でテントなんですけれども、テロ組織ハテナハテナと書いたのはまた後ほど検証していければと思うんですけれども、ここは予想通りですね、役所広司さんは、やはり、乃木の父親、ちょっとこれ変えますけれども、こっちですね、乃木卓という林遣都さん演じる乃木の父親が、お年を召して役所広司さんになって、現在は、テントのリーダーとしてノーゴンベキと名乗っているということが分かりました。そして本当の血縁かどうかはまだ分かりませんけれども、二宮和也さん、そして人物相関図にいたですね、林さんであるとか、これ吉原さんってお名前です、吉原光夫さんでしたっけ、何人か、あと内村さんですよね、この方、内村はじめさん、陸王にも出ておられましたけれども、この辺の、方々、この方はまだ通常のアーティスト社、アーシャでございますけれども、宣材写真でございますけれども、後ろにおりましたので、今回。なので、ここら辺は、テントの幹部、後ろ、この二人はテーブルに座っておりましたね、今回。二宮さんの隣、二宮さんの前に座っておりましたけれども、で、後ろの、別のテーブルで後ろになんか座っておりましたので、幹部かどうかわからないですけれども、テントの人間であるということがわかりました。そして山本、で、アリも実質この中でよろしいかなと思いますよね。で、アルザイールと。この辺が、テントの、主要幹部及び、モニターという形かなというふうに思います。で、山本が、脅して使っていたブルーウォーカーと呼ばれるハッカーとしての、犯罪者でも犯罪者かもですけれども、が、太田が、一応外側の立ち位置ですね。テントの人間じゃなくて山本が、脅していた、使っていたという形で、で、これまた後ほど考察しますけれども、長野専務はテントの人間及び別班の人間では、現時点では、ないので、一応ちょっとこの立ち位置に置いておきます。なんでここがずれてるのかっていうのは、また後ほどって感じでございますけれども、一応こういう感じかなというふうに、思っております。後ほどというか今話しちゃいましょうか。おそらく、また今回最後のところで少し話はするんですけれども、太田に関しては、
どうも来週とか第6話の予告映像を見る感じだと、クロスが太田を別班にリクルーティングするんじゃないかなっていうのが私の予想なので、これよくありますよね。ハリウッド映画とかでもありますし、ネットフリックスのハウスオブカードとかでもありましたけれども、天才ハッカーで犯罪者、まあ、キャッチミーフユーキャンとかでもハッカーじゃないけども、あれもそうですけれども、その天才犯罪者だからこそ、そのなんつーの思考回路っていうのを犯罪者をこう炙り出して、犯罪者を捕まえるために捜査線に協力させるっていう形で別班に誘い入れる、天才ハッカーを別班に誘い入れるっていう形になるんじゃないかなというふうに思いますので、ここに繋がりが出てくるかもしれないので、この位置にしましたよと。で、長野専務に関しては、これまた後ほどちょっと話すんですけども、ちょっと最初にいきなり全部話しちゃってるんですけども、多分私の予想だと戦場ジャーナリストなんです。乃木をバルカから救い出した人間なので、ここに多分関係性があるのではないかなとは思うので、ちょっと一応この位置に置いているという感じです。もうちょっとね、 100% の確証は持てないんですけれどもね。で、長野専務に関してはもしかしたらテント側との通ずる可能性もゼロではないので、一応ちょっとここの立ち位置に置かせていただいているという感じですね。はい。で、また、ここも前回私考察させていただいていたとこですけれども、まあ、乃木家の家紋が、テントの紋章と一緒だということは、事前に予想していて、まあ、これ予想していた考察の方多いと思いますけれども、でしたので、まあ、こういう形になりましたって感じでしたね。こういう形になりましたという感じですね。はい。じゃあ、ここから、少し深掘りしていければと思うんですけれども、前回の第4話の考察で私が唯一ミスリードした部分が1箇所ありまして、それが乃木の人格に関することですね。まあ現時点では乃木はまあなよなよしている通常の乃木さんと、 F と呼ばれるまあキレッキレの半沢直樹のような乃木さんと、基本的には2つの人格かなというふうには思うんですけれども、私前回どういう解釈予想を立てていたかというと、 F の方が本当の人格でなよなよしている乃木さんが作られた人格だという説明をしたんですが、今回の描写を見る感じだと F が本当で、今までの乃木は装いではどうやらなさそうだなというふうに思いました。通常のあのなよなよしているというか、まあ、優しさのある乃木さんっていうのはメインで間違いはないかなというふうに思います。これは桜井海人さんが演じたあの幼少期、あの高校生の頃の乃木さんを見ていても、あの時別になんつうのこうキレッキレでこうなんか切れ散らかしているような人物ではありませんでしたので、まあ、それを考えると通常の乃木さんはあのまんまなんだけれども、これ来週どうやらちゃんと描かれるようなんですけども、まあ、人身売買等の、あと両親がね殺されたと思われていたと、まあ、両親と離れ離れになった、まあ、ショックから、まあ、F という人間、まあ、孤独から多分作り上げたような人物なのかなというふうに思いますけれども、形成されたという形のようでございますので、ここだけは F が本性では必ずしもないのかなというふうに思いました。で、現時点で、まあ、ここもまた2つ、なんていうの、両軸というか、全然別の方向で考察班意見が割れていることとしては、このキレッキレの半沢直樹のような乃木さんが F と呼ばれておりますので、A、B、C、D、E、F で、まあ、6人格以上、人格が分かれているのではないかと、それより使いこなしているんじゃないかみたいな、まあ、予想もあるんですけれども、ね、否定はできないですけれども、論拠がないのでね。ただ、単純に私の考えとしては、この第5話まで来て、一応通常の乃木さんと F という乃木さんと2つで来ているので、こっから A 乃木さん、B 乃木さん、C 乃木さん、D 乃木さんでやっていくと、混乱しちゃうのかなっていうふうに思いますので、それを考えると、F は何かの、まあ、頭文字とか、007的に言うと M とか Q とか、なんかそういった形で考える。だから なので、人格は2つかなというのが私の現時点での予想ですけれども、いかがでしょうかという感じでございますね。はい。はい。で、その流れの中で、ノーゴンベキ、乃木すぐるという名前が今回分かりましたけれども、の真実と嘘ということで、本当に警視庁というふうに書きましたけれども、役所広司さん演じる人物は、林遣都さんが演じていた乃木憂助のお父さんであり、現在はノーゴンベキというふうに、名前を、名乗っておりまして、テントのリーダーであるということが分かりました。これはまあ事実かなと思いますけれども、まずですね、事実と虚構と真相はとちょっと
レイヤーを分けてみましたけれども、まず、乃木卓という林遣都さん演じていた乃木憂助の父親が生きていたということ、そしてそれが役所広司さんになってというところ、これは本当は死んでいて別の人間とかそういうふうになることはないと思います。これ見返していただくと分かるんですけれども、乃木が持っていた写真、あの写真なんだろうと思った方いらっしゃると思うんですけれども、一時停止するとすぐ分かります。40年後のイメージ図、想像図、ちょっと日本語カタカナか忘れましたけれども、あれ想像図なんですよ。だから林遣都さんも実際はそうならないと思うけども、林遣都さんを40年老けさせると多分今こういう顔してますよっていう、よくほら実際の指名手配犯のやつとかでも使われてたりするじゃないですか。そういう形で作られたのがあの顔だったんで、それ普通に文字で書いてあるから、だからあれはそのなんていうの、どっかから手に入れた写真ではなくて、まあ俗に言う AI が作った写真であるという形でございますね。はい、なので、まあ、乃木卓は生きていたという形で、で、ノーゴンベキを名乗ってテントのリーダーでありますよということですね。で、これね、ノーゴンベキのない意味に関してもいろいろな考察がありましたね。まあ、よく言われていることだと、乃木で、乃木ゴンベ、七種のゴンベから取っている乃木ゴンベ。で、いや、今さらゴンベとか何それって思われるかもしれないんですけども、七種のゴンベっていう言葉はですね、海外でも私今ちょっとど忘れしちゃいましたけれども、ジョンドーね、ジョンドゥーという意味が海外でありまして、セブンとかでも使われておりますけども、映画の、七種のゴンベっていうのはよく使われますので、それを名乗っているんじゃないかっていう説が、あります。一方で、ちょっと言い忘れちゃったスライドに言い忘れちゃったんであれなんですけれども、AI にですね、ノーゴンって何ですかみたいな感じで聞くとですね、モンゴルで強制労働をしていた日本人に関する話っていうのがヒットするんですよ。やっぱこれ入れた方がいいですね。入れますね。一旦切って。はい、ごめんなさい。スライド持ってまいりました。これ Google の AI であります、バードに聞いたものなんですけれども、ノーゴンノールという言葉で、ノーゴンノールについて教えてください。これ普通に Google 検索とかでやっても似たようなもの出ると思いますけれども、そうするとですね、こういった説明が一つ出てまいります。ノーゴンノールはウランバートル市内に位置する湖です。面積は約 2.5 平方メートル。最大水深は約10メートルです。湖の周囲には公園や遊び場が整備されており、市民の憩いの場になっています。また夏には湖で水遊びや釣りを楽しむことができます。ノーゴンノールは第二次世界大戦後、日本軍の捕虜が強制労働をさせられた場所です。捕虜たちは湖の周囲の岩山を切り出し、石材を建設資材として使用しました。この石材はウランバートル市内の多くの建物に使用されています。ノーゴンノールは今では平和な湖となっていますが、その歴史は決して忘れてはなりません。なんかまるでこう歴史の一種の主義主張みたいになってますけど、多分そういったサイトをエビデンスに持ってきているからこういう口調になっていると推測がされます。あくまでも AI が回答しているものでございますので、これらの史実に関しての賛否に関しては本日置いておきましょう。ただ一応このようなものが出てまいりますので、単純に私モンゴル全く詳しくないですけれども、ノーゴンという、この言葉っていうのは、要はその、なんとなくこういった形で存在しているものでありますし、そこにこの日本軍の捕虜の強制労働の話が出てきているってことを考えると、例えばですけれども、そういった乃木の父親が、もともとね、林遣都さん時代、まだ息子と離れ離れになる前に、日本人として一種理不尽な扱いを受けて、で、それに対して、歴史のところから名前を取って、一種その何か信念的なものを持っていて、で、それをもとに、テントという組織で活動をしているとか、そういうふうに考えてもいいのかなというふうに思ったりもいたしました。それが伏線になるかっていう、あれじゃないですけれども、名前の由来としては、そういった思考回路で付けられた可能性っていうのはあるのかな。名前の由来っていうのは、そういう由来で付ける体にしようと制作人が考えたという可能性っていうのはあるのかなというふうに思います。はい。で、次、戦争ジャーナリストですね。今回、乃木の過去が、いろいろとね、野崎の捜査によって明らかになったわけでございますけれども、乃木自身は、人身売買的な形でですね、両親と離れ離れになって、で、それを日本人の戦争ジャーナリストが、日本人の子だということで、いても立ってもいられなくて、半ば強制的にと言ってましたけれども、一種救い出したという形であることが分かりましたが、わざわざ戦場ジャーナリストなんていう言葉が出てきているからには、
誰やねんっていうか、誰か出てくる可能性っていうのはあると思います。で、人物相関図で、小日向さんぐらいの年齢、だから60代から70代、70代までいかないか、まあ、60代、60代の男性があと2人ぐらい、確か人物相関図で出てきて、登場してない人物いたんですけれども、だからそういった人物である可能性というのはありますけれども、ちょっと長野専務の可能性というか、長野専務だとちょっと理にかなう部分があるのかなと思ったので、一旦ちょっとその説をぶち上げてみました。まず、長野専務空白の2年間。これは要は、防衛大を、出た後に2年間、薬物中毒で療養していたと、施設で療養していて、で、そのエビデンス、記録も取れているという形でしたけども、記録ぐらい作れると、なんつうの、そこの先で結託しておけば、その辺はどうにでもなると思いますので、この空白の2年間に、戦場ジャーナリストとして活躍していた可能性はあるのかと思います。別に今みたいな戦場ジャーナリストと違って、ほら、SNS で発信してるわけでもないから、そうするとその記録自体が残っていないというか、目撃されていなくても、活動の記録がね、なくても変な話ではないのかなというふうに思います。で、これって考えると、詰まるところ長野専務は、要はバルカにいたということになりますよね、この2年間。で、バルカにいたと考えると、長野専務が乃木と料亭で話しているときに、アルザイールのことを、自爆した人ね、のことを、すごいこう、根掘り葉掘り聞いていたら、F の方の乃木さん、こいつなんか匂うな、みたいな感じで疑っておりましたので、アルザイールを気にしていたのがわかるんですよ。仲間だから気にしていたんじゃなくて、戦場ジャーナリストとして、アルザイール、2年間いたときに、アルザイールのことを知っていて、で、それでアルザイルのことを聞いたっていう可能性もちろんありますし、まあ、その延長で今もどこかしらに実は長野専務は属していて、アルザイルとつながりがあったから聞いたという可能性があるのかなっていうふうに思います。で、長野専務は防衛大卒業後に85年の3月に卒業してから空白の2年間でございましたけれども、乃木がバルカで囚われていた時期っていうのはちょうどこの時期に値しますので、ここもわざわざ合致させているって考えると、意見は2つで、わざわざ合致させることで考察班をミスリードさせるっていう 意地悪な考えとか予想が1つで、まあ、合致してるからこそ普通に考えれば長野専務だよっていう伏線だよねって考えるのがもう1つという感じでございますので、まあ多分そうなのかなというふうに私としては思いますね。ってなった時に、じゃあ考察終了かというと、もちろんそんなことはなくて、でってことですよね。で、これでそれが明かされて、ふーんで終わるわけないじゃないですか、ストーリー上。明かされたからにはその先何かが起きるわけなんでしょうね。そうすると、その上で長野専務は今、なぜ丸菱商事で専務をしているのかって言った時に、まあ世界を見渡せる商事である商、商社であるっていうこともありますし、長野専務実は別班もしくはその他、テント側ってことはない。テント側の人間だって、長野専務がテント側の人間の可能性はあるけれども、長野専務が戦場ジャーナリストで乃木憂助を救い出していたら、救い出すんじゃなくてテントで父親に会わせりゃいいって話じゃないですか。だからその辺も考えると、テントの可能性はちょっと下がってくるのかなと思うので、で、別班は一応さっきの木村緑子さん演じる司令のね、桜井さんだっけ？桜井司令が、一応トップとして、組織として機能はしているけれども、言ってもその別班の中でも正体を明かしていない。別班同士で素性が明かされていない、正体不明の匿名の人間がいるって考えても不思議ではないので、長野専務が実はその人間であるっていう可能性もゼロではないのかなっていうふうに思います。って言った時にね、疑問も浮かぶんですよ。戦場ジャーナリストとして乃木を救い出していた時に、長野専務は当然乃木のことは、名前が途中で変わったとしても、まあ覚えているでしょうね、普通に考えればね。っていうふうになってくると、乃木自身が救い出してくれた戦場ジャーナリストのことを今忘れてる可能性はあるってことですよね。F である、乃木さんが長野専務を怪しんでいるということは、2人実は知り合いで芝居を打っていたって可能性は基本的には否定されると思うんですよね。だからそう考えると、空白の2年間は戦場ジャーナリストっぽいけれども、そういった疑問も残るというところですね。もちろん今回の第5話のように、第1話でほら、携帯のデータを入れ替えていたとか、銃で撃っていたとか、伏線をちゃんと丁寧に後で映像で見せてくれますので、実際今の疑問にもし答える場合は、ちゃんと映像では
改めて出してくれるのかなとは思いますけれども、真相はいかにと、皆さんのご意見はいかがでしょうかというところでございますね。はい。で、次、別班 CIA と公安 FBI ということで、これは別に大きなあれはないかもですけど、一応ちょっと引っかかったので整理をしておきましょう。自衛隊の匿名組織であります別班である、乃木は、これは本当に個別でアメリカでたまたまね、あのさ、ミリタリースクールにいたって話がありましたので、まあそこでの、親友が今 CIA に勤めておりますので、CIA の協力を一部得ているということが第1話で描かれておりましたよね。で、CIA というのは、セントラルインテリジェンスエージェンシーでございますので、中央情報局でございますね。で、一方で今回、野崎がですね、FBI、連邦捜査局の方に捜査を依頼して、一部乃木の情報っていうのを引っ張ってきてもらっていたということがありました。それぞれ独立した組織ではありますので、CIA も FBI もね、合法的な独立した組織でありますので、組織同士が公安含めて、公安が当然 CIA に情報を仰ぐ、FBI に情報を仰ぐってこともありますし、こことここ仲悪いとかいいとかいろいろありますけれども、別にここ自体はどう繋がっていてもまあ差し支えないんですけど、ドラマの便宜上こういうラインが今できているなというふうに思います。で、一応私も別にすごい詳しいあれじゃないですけれども、CIA っていうのは中央情報局ですね、情報機関、諜報機関でございます。だから例えば、いいのか悪いのか置いといてですけれども、アメリカが中東のどこかに、まあ、アフガニスタンとか、アフガニスタンの、タリバン政権を倒すという時であるとか、イラク戦争の時であるとかっていうのは CIA が情報解析して、まあ、その上で大統領が決めるんであれですけれども、そういった情報収集っていうのは CIA が行うことが多いです。一方の FBI っていうのは名前の通り連邦捜査局でございますので、これはアメリカ全体を司る警察、詳しい方はそうじゃないと思うかもですけども、というふうにイメージしていただいて差し支えないと思います。例えばですね、ボストンマラソンの、テロ事件というのが、まあ、数年前、もう十何年前かに起きたんですけれども、その時、まあ、ボストンのマラソン中に、まあ、爆発事件が起きました。当然爆発事件、その場ですぐに初期対応に当たる、場所封鎖したりとかね。そういうことするのは当然地元の警察、そして州警察になるわけなんですけれども、テロ事件っていう風になると、もしかしたらこれが全米に波及するかもしれない。要は、国家的にちゃんとそれを捜査しなきゃいけないっていう風になると、そういった時に州警察にとどまらずに FBI が、の捜査官が来て陣頭指揮を取るっていうことがあります。まあ、その陣頭指揮そのもの、この時は州警察と FBI が対立しそうで、対立しないでちゃんと一緒に捜査をして犯人逮捕に至ったっていうことがありますけど、まあ、それあれですよ。描かれた映画があるんですよね。パトリオットデイという名前の映画があってるの、間違ってたらちょっと後で字幕入れますけれども、マーク・ウォールバーク主演の、ハリウッド映画ありますけれども、まあ、それでも描かれておりましたけれども、一応連邦捜査局というのは、そういったものになりますね。はい。ですので、まあ、だから何言ったらじゃないんですけども、一応現状こういう捜査ラインができてきているので、まあ、ここの対立を仰ぐ上で分かりやすく、別々の組織に捜査を仰ぐっていうことで、それ以上でも以下でもないかなとは思いますけれども、CIA と FBI の対立話になったら、ほんとハリウッド映画になっちゃうから、そこまではいかないと思いますけれども、多分便宜上そういう構図で分かりやすくしたのかなというふうに思います。似て非なるもの、全然違うものでございます。はい。そう。あともう一個なんですけども、一応警視庁って、東京都警ですからね。これ、名探偵コナンとか見てたりとか、あとは刑事ドラマ好きな人はお分かりだと思うんですけども、日本全体の警察組織を束ねているのは警察庁です。で、東京都警ってないんですよ。埼玉県警とか神奈川県警ってありますけど、東京都警ってないんですよね。でも、その東京都警に当たるものが警視庁なんですよ。で、地方公務員と国家公務員でどこまでキャリアで上がれるかとか、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、それは置いといて、東京都警が警視庁なんで、警察庁じゃなくて警視庁っていうふうに話が進んでいるっていうところは、覚えておきましょう。で、あとさっき忘れちゃいましたけども、乃木の父親、乃木すぐるは、もともと警視庁に勤めていたってセリフが今回ありました。警視庁、つまり東京都警に勤めていたっていう、話がありましたけれども、果たしてこれが本当なのか嘘なのかってところも気になります。野崎は当然それを調べることができますよね。公安、警視庁の公安、警視庁のトップの方の人間でありますので、乃木すぐるが本当に警視庁にその時在籍していたかどうかっていうのを余裕で調べることができます。もしここで在籍の確認が取れていたら不無理で終わるんですけれども、在籍の確認が取れません。そんな人間いなかったっていうふうになると、
警視庁として働いているというふうに嘘を言いながら、実は別班として国内で働いている、もしくは別班じゃなくて、まあ、警視庁でも在籍記録を消すような何か特別な組織があって、そこで働いていたと。で、その上で、まあ、一応バルカでに赴任して、バルカでいろいろとその内戦の対応に当たったりするという、匿名を受けた時に、まあ、それが別班であるかその別の組織か分かりませんけれども、まあ、それを当然親戚にそれを、ね、一言一句伝えるわけにはいかないので、まあ、農業的な事業で行っていたというふうに説明していたという予想はできますね。はい、その辺も気になるところでございますので、一応警視庁の話をさせていただきました。はい、でこれはただ単に私が疑問を持っているだけで予想もあれもないんですけれども、ジャミーンと、カオルさんに関してですね。はい、カオルさんとジャミーンでございますけれども、どうすかどうすかとか、なんか考察動画なのに皆さんに委ねてしまってもあれなんですけども、まず要は主要登場人物、俳優さんの名前で言うと、もう私最近なんかど忘れが激しい、堺雅人さん、阿部寛さん、二階堂ふみさん、二宮和也さん、松坂桃李さん、役所広司さん、これが一応主要キャストの中の、まあ、主役級キャストでございますよね。でその中で、まあ、役所広司さんと、まあ、ちょっとここあの林健太さんにしちゃってますけども、役所広司さんと、二宮和也さんはテントの組織に属している。で、乃木は、坂井雅人さんはビバンで、松坂桃李さんもビバン別班で、阿部寛さんは警視庁公安じゃないですか。一人だけ属してないんですよね、主要キャストなのに。このまま終わるか。あ、全10話なんですよ。これ堺雅人さん の, あのインタビューを見ても分かるんですけど、全10話です。だから来週から折り返し、あと5話です。あと5話ジャミーン手術頑張ろうね、頑張るよ私。終わる、そのまんま終わるわけないですよ。しかもね、今回の第5話から一応あの奇跡の少女編みたいな一応名前ついてるんですよ。こんなまま終わるわけないんですよ。だから絶対何かあるんですよ。敵とは限らないよ、敵とは限らないけども、実はの可能性はもちろんゼロではない、もしくは他の可能性っていうのもあるのかなというふうに思いますよね。であとは山本が映り込んでいった写真で、テントの、まあ、戦闘員とアディエルが一緒に写っていて、そこにまあジャミーンが写っていたということも考えると、でそのジャミーンに、まあ、カオルさん固執するっていうふうに考えると、ここのものかなって、ちょっと気になる部分ではありますよね。私、先週の時点ででも一個疑いつつ、この疑いは消していいなと思ったのが、クラウドファンディングの約1500万円、手術費用全体を考えるとね、その1500万円っていうお金、本当は、ジャミーンの手術代、本当はそんなにかからない。本当はそんなにかからないけれども、お金を集めることによってその一部をテントに資金を流すのではないかっていう、まあ、私予想をしたんですけれど、予想というかその可能性はあるかもねって話したんですけれども、まあ、クラウドファンディングっていう、その要は全体に見えるところで寄付を募るところで、それで詐欺行為、詐欺まがいのことをするっていうのはちょっと無理がありますし、同僚もそのほら金額分かっていたじゃん、知ってたじゃないですか、今回1500万達したよって来た別の看護師さんいたじゃないですか。それを考えると、その資金がテントに流れるっていうのはちょっと考えすぎたなっていうところですけれども、カオルさんの正体は相変わらずわからないというところでございますね。はい。はい。で、次、裏の顔がありそうな、人たち検証ということなんですけれども、まあ、ここっすよね。この3人ですよね。まず、東条なんですけれども、多分、ないと思います。特にないと思いますけれども、まあ、ちょっとね、天才ハッカーであり、そのハッカーが俺よりすげえって言っていたブルーウォーカーが太田さんで、太田さんが今後別班の人間になった時に、ハッカー対ハッカーっていうところで、別班対公安っていう構図になる可能性があると思うし、その話にも入っていって、実は違いましたとか、実は別班の人間でした、実はテントの人間でしたってやるともうごちゃごちゃになっちゃいますので、ある種別班太田 VS、公安登場のハッキング合戦が始まった時点で、登場は怪しくないと考えていいかなと思いますけれども、ちょっとまだ、なんていうの、100% 安全ではない。佐野部長もそうなんだけどね、それを言うと。まあ、100% 安全ではないってところですよね。で、新庄と鈴木がいいですね。いい感じに匂わせ演出が続いていますけれども、まず鈴木の方からいくと、前回、みんなが神棚に手を合わせていた後、すぐに十字架を切っておりました。で、これに関して、まあ、それはその単純に今の時代、宗教も多様性が歌われて、まあ、今、信教の自由が普通に日本にありますので、まあ、それを単純に描いていたのではないかっていう配慮
演出的な配慮っていう可能性もありますし、もしくは、前々日は違う、でもテントは、でもテントもイスラム教とは限らないのか。まあでも実はどこかの別の人間であるっていう可能性っていうのも、まあ、否定はできないっていうところですよね。で、新庄今回も良かったんですよ。成田空港の第一ターミナル、あれ本当の出発ロビーでロケしてましたけれども、で、野崎にそろそろ教えてもらえませんかって言ったら、まだっていうふうに言ったら、なんだよっていうふうに言っていたじゃないですか。そのなんだよっていうのが単純に上司なのに、その俺別に信頼されてるんだから教えてくれたっていいじゃねえかよっていうレベルの愚痴なのか、それとも本当は例えば別班の人間で情報を聞き出してこっちに流したいのに教えてくんねえのかチェっていう風な感じの舌打ちなのかどっちなのかっていうのは気になりますので、やっぱ私としてはこの2人が非常に気になります。ドラムが裏切ったらみんな寝込むと思うので裏切らないでください。はい、そんな感じでございますね。あとね、これ余談なんですけれども、2話前かなんかの動画で私ね、ちょっと愚痴ったんですよ、この動画で。ネタですよ。こいつ嫌いって言ったんですよ、この上司のさ、業務監査部のさ、こいつさ、もうほら上から目線で乃木にさ、なんかほら今回真似していたけどね、あんたが横領を企んだと思っているんですよみたいに言っていたけれども、今回完全にもう半沢直樹と化した堺雅人さんに倍返しされておりましたので、すっきりしました。土下座してほしいなと思っちゃいましたけどね、まあすっきりしました。よかったです。ざまみろーざまみろーって感じでございましたね。はい、すいません、テンションが上がりましたけども。はい、じゃあ最後第6話の予想なんですけれども、予告映像をバーッと見た上で、まあ、こういったところが描かれてましたよねって話でございます。はい、まずですね、乃木は父をどうするのかっていうところは迷っておりましたね。 F の方の乃木があったら殺さなきゃいけないっていうふうに言っていましたけれども、つまりところ現時点では別班はテントというようなテロ組織として認定している、まあ、だけれどもそもそのほら海外で爆破事件が起きた時に現場に乃木家の紋章、テントの紋章が、家紋があるっていうもの自体も本当に自分たちでそれをやったのか、それともそれをこう模倣されてるのかっていうのもわからない状態なので、テントの狙いが分かって初めてテロ組織なのか本当はテロ組織じゃないのかっていうところもわかるのかなっていうふうに思います。はい、あとニノさんがですね、金はどこにあるってセリフを言っていたので、ちょっと不穏な感じがありますね。はい、あとね、クロスがそのなんか能力を国のために使わないかみたいに言っていたので、これがまあ私が先ほどから言っている太田が別班にリクルーティングされるんじゃないかなっていう予想につながっていきます。あと公安が、部長を含めて車でみんなでどっかに行っておりましたので、部長は今までは基本的にはねオフィスにいたんだけれども、太田関連か何かは分かりませんけれども、部長がわざわざ外に出かけるだけの、何かが起きるということは間違いないのかなっていうふうに思います。あと、カオルさんがジャミーンの一件っぽいんですけれども、ちょっと泣いていたのが気になります。あと、乃木さんだけマスクして、カオルさんに、カオルさんじゃねえや、ジャミーンの前にいた。でも、その時、カオルさんはマスクしてなかったですけども、あれも何なのかなっていうところとか、あとは、これもカオルさん、ジャミーン関連でございますけれども、ドラムが、なんか祈っていた部分もありましたので、ジャミーンに何か起きるのかなっていうところはありますね。はい。まあ、でも、ジャミーン何なんですかね、何が、彼女がなぜ奇跡の少女なのか、そしてそれがどうこの物語全体につながっていくのかっていうところは気になりますけれども、まあね、いかんせん乃木パパの方が、乃木卓さんがテントのリーダーがジャミーンのことを知っていて、でね、自分たちで引き取って育てなきゃいけないって言ってるわけですから、関わりはあるのは間違いない。そして自分たちは育てるって言ってるのに日本に来てカオルさんが育ててるんですよ。やっぱりテントがカオルさんはどうなんですかね、ちょっと気になる部分でありますけれども、楽しいドラマでございますので、引き続き考察を続けていければと思います。ぜひ私の考察はあくまでも情報整理しているレベルでたかが知れていると思いますので、皆さんのより、クオリティの高い考察をコメントしていただきまして、ぜひ私の動画を補足していただければと思いますので、そりゃ間違ってると思いますよってコメント大歓迎でございますので、ぜひコメントどしどしお寄せいただければと思います。はい、本日は以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。